久しぶりです。レイナです。タカです。エリキブログです。お久しぶりです。本当にお久しぶり。めちゃめちゃ久しぶり。最後に撮ったビデオは半年前かな。最後の国は中国だったんじゃない？中国、万里の長城。あ、それだった。いろんなメッセージとかもくれたし、どうなったのみたいな、中国で死んだのみたいな。そうです。インスタと YouTube にいろいろ視聴者さんから、うん、みんな心配してくれました。私たちは日本に帰りました。そう、中国の北京から日本に帰ってきました。で、最後の動画がバリの長城だったんでね。で、日本に帰ってくれた後も動画作ろうとしてたんだけど、なんかいろいろね、バタバタとかして忙しくて、なかなかね、動画が作れなくて、はい、半年経ちました。音信不通になってしまいました。もうなんか、この世界一周が終わりましたという動画を撮るのがちょっと遅すぎるので、そうそれだけじゃなくて、まあ帰ってから何をしたか、今後このチャンネルでどうするつもりかという話を含めて1個の動画に。いろいろね、報告することがあるんですよ、うん、てかまずね、顔がね、多分変わってるんだよね。6ヶ月前、中国から帰ってた時ってもう激痩せしてたので、痩せてたし、顔が黒かったし。そうね、焦げてたね。焦げてた。今6ヶ月日本に来て、だいぶ白く戻ったし、顔もね、ふっくらしてきたし、やっぱね、やっぱね、日本のご飯はね、うまい。食べたら食べたらみんな結構ね、吸収してっから。はい、タカがね。はい、レナもやって。レナの方が、ここの辺出しとこうか。当時の。やだやだ。比べないでください。タカと、レナ、はい、全然話が進まない。全然進みません。はい、私たちが変わりましたということで、まずは、いろんな人が気になってたので、中国からどうやって書いたの？そうと、日本に帰ってから何をしたかという。そうね。どうちょっと。答えましょう。そう。あー、そうそう。はい。覚えてないよ、もう。6ヶ月前の中国。6ヶ月前の中国は、飛行機が韓国経由、東京に飛ぶ予定だったけど、中国の空港に着いたら、私たちの韓国行く飛行機が遅れてるっていうことが分かってた。そうだ。なんか30分。遅れて、その後1時間遅れて、で2時間になって、で、それは夜中の中国の上海、韓国に着いて、私たちは飛ぶ予定、飛行機はなんか1時間前とか出発してた。結果はその日に、なんかできるだけその日に日本に飛びたかったから、安い。あ、そうだ、取り直したんだ。そう、取り直した。結局東京じゃなくて大阪に飛んで、大阪から電車で名古屋に。あれ電車で帰ってきたっけ？電車で帰ってた。え、そうだったっけ？あれ名古屋で来なかったっけ？名古屋に飛んでた。あれ？はい、半年後の話なのでね。本当に二人で世界一周。どうぞ説明してください。まずは家がなくて、タカのホームレスです、私たち。両親の家に3ヶ月8、9、2ヶ月半ぐらい。2ヶ月ぐらいね。はい。タカの両親の家に泊まって、そこから、タカが仕事を探し始めて、そうね、で私は、ビザを取り始めました。私は外国人なので、まあ、日本に言いたいならビザが必要です。そうだね。結婚したら配偶者ビザがもらえるという考え方で、配偶者ビザを取りましょうという。じゃあ、ね、配偶者ビザを取るために何が必要かというと、結婚することが必要ですね。で、皆さん、日本で結婚した方が今、婚姻届を出すのがめっちゃ簡単だと思ってるかもしれないけど、だって市役所に行って、判子をして終わりだからね、普通の日本人の結婚は、はい、残念ながら、国際結婚だと、めちゃくちゃ面倒めちゃくちゃ面倒くさいです。もう俺二度と結婚しない。はい、外国人と。マジで面倒くさいんだよ。1ヶ月以上かかりました。で、何がそんなに時間がかかるというと、ようやくね、結婚できました。はい、写真はこちらです。その次は簡単にビザ取れるかなと思いましたけど、
末に日本に戻りまして、そこから結婚するような手続きをして、結局9月の2日に結婚して、そこからビザの手続きを始めた。大使館とかに行ったりすることも含めて。もう一回言って続けないで話は。10月の1日にビザをもらいました。離婚しない限りここに住める。あ、別に今永住権じゃないか、配偶者ビザでいるだけだから、うん、そっかそっか。だから配偶者がいなくなったら帰らなきゃいけないね。さよなら。はい、さよなら。離婚しなくてそう、多分見ててくれてる方の中にも国際カップルでこのチャンネルを見てくれてる人とかも多分いると思うんだけど、結婚の時めちゃめちゃ面倒くさいし大変なので、時間を持って、前もって色々計画的にこうやっていかないと急に撮ろうと思っても撮れないんで気をつけてください、はい、でもし何か分かんないことがあったらね、メッセージください。はい、まあ、国プロフェッショナルなのでだけあの国によっても変わる。あ、そうだ、ドイツだったら全然答えれるんだけど、またアメリカとかイギリスとかだとまた変わるから。で、あの仕事の話もちょっとしなきゃいけないよ。まあ、たかがコンサルだね、うん、コンサルの仕事をまたやりたいと言ってたから、うん、何個かの会社とこう面接して、最終的に1個に決めて10月の1日から働き始めました。はい、それはたかのから以上ですで、私は自営業でフードツアーをやり始めた。名古屋で名古屋飯を外国人に紹介するツアーをいくつかを作り始めて、昔もブローギングとかしてたから、うん、まあ、名古屋をフォーカスしたブログとかを書き始めて、一応載っけとこうか。まあ英語なので全部英語だけどね。タカが10月から仕事始めて、私も10月からあのツアーとかブローギングとかを始めて、10月15日ぐらいに、うん、家に引っ越して、そうそう、引っ越しとかもあって、家具いろいろ見に行って、二人の意見合わない、合いません合わないんで合わないいろいろね、言い合いになって、で、はい、結局まあ決まって、家も決まって家具もちゃんと揃えて、まあこのチャンネルはどうしようかなって考えて、今なんかこうしようということを発表したいね、発表したい。どういうこと、何をするのノープラン。ノープラン。まあ今まではその世界一周のデイリーブログみたいな、そうだね、毎日じゃないけど、もうなかなかね、海外旅行とか旅とかってまとまったこう時間を作っていけなくなっちゃうんで、これからは日本にある生活をみんなに共有したいなと思いました。どこかに日帰りトリップとかに行ったり、そうね、普通に、なんでしょうね難しいこれからどうなるか分かりませんそう、これからどうなるか全然分かりません。逆になんか聞いた方がいいんじゃない、どんな動画を見たいかとか、うん、世界一周した2人だから、なんか旅のティップスとか、あと、まあ、国際カップルだからこそなんとか、急にテンション低い、大丈夫そう、国際カップルだから国際カップルに関するネタとか、まあ見たいなと思ってるのが、下のコメントに書いてください。これが面白い幸せな人だねそれでコメントあとなんか言っとくべきことある？今まで見てくれてありがとうね、本当にいや、そうだよ今チャンネル登録者数が1万7000人ぐらいかな、あんまり信じられないぐらいの、なんか一番人気のがドイツ、そうだね、ドイツの朝ごはんとかね、それ私もちろんめちゃくちゃ嬉しいね、そうだね、自分の朝ごはんがね、みんな知りたかったってことだもんね、ねえねえだから、あ、ねえ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 バカになっちゃったねはい、それぐらいかな、またまだチャンネル登録してない、このチャンネルはなんか更新されないなと思って、これからまた更新されるのでチャンネルを登録してください。確かにね、ねアホやねさよならじゃあまた次の動画で会いましょうねバイバイ、バイバイ。